2ボール2ストライク。まあミッチェとしましてもここは力の入る場面です。そうですね、ちょっと力みがね、はい、出てきてますから、9回の裏オリックスバファローズの攻撃、2アウト満塁、バッター大引き、2ボール2ストライク、1・2塁間、どうだ、セカンドボールを取る、1塁間に合うか、1塁アウト、セカンド原の好プレー、9回満塁のチャンス、あと1本出ませんでした。延長戦に入ります。9回終了、2対2同点です。ライオンズもよく守りました。難しいショートバウンド、ワンバウンドを止めた上本、セカンド原も好プレー。いやー本当にね、これとプロのプレーですね、プレーですね。大引きもうまく右方向に持っていったんですが、本当にあと10センチ寄れば間違いなく抜けてるんですよね。右方向に持っていった大引きのバッティング、花が飛び込んでボールを取る、起き上がって一塁送球、間に合ってアウト、三者残塁。別のアングルです。その後の送球も落ち着いていました。